宝馬寺宝馬寺及びドラワン一体1873年のハッピーバレー競馬場1971年のハッピーバレー競馬場香港トラム手芸活動停留女子生態化工程誘導のレストラン生活道の中国風レストランーバジは香港島ワンチャイクの中南部にある地域である香港において最も早期に開発された地域の一つであり ハッピーバレー競馬場があることで知られている。香港東水市の繁華街であるドラワンやワンチャイに隣接しており、香港トラムのハッピーバレー支線で移動することが可能である。繁華街に隣接しているものの、比較的静かな環境でもあり、山麓には高級住宅街が広がっており、香港の有名人が数多く居住している。鳳蜂はもともと高低遊興と呼ばれていたが、 イギリス人によって、ハッピーバレーと改められた。その後、ハッピーバレー競馬場の設置に伴い、漢字名を、荒波字に改められたが、今も、開ダ谷の漢字が使われることがある。1941年から1945年にかけて、日本が香港を占領していた当時は、青葉橋と解消されていた。よって、競馬場名も、青葉橋競馬場となっていた。 山に囲まれているハッピーバレーはかつては川沿いの湿地帯であった。高齢遊郷と呼ばれる峡谷にあり、ひとたび雨が降ると黄色く濁った水が流れる環境にあった。1840年代アヘン戦争に勝利したイギリス帝国は香港の割譲とともに香港島に駐屯地を設けたが、マラリアなどの熱帯病に感染して命を落とす兵士が続出した。 死去した兵士の多くは、皇帝遊興に作られた墓地に葬られたが、兵士たちは、墓地が並ぶ場所を、ハッピーバレーと呼ぶようになった。1846年、イギリス軍が中流兵士たちの娯楽として、競馬の開催を考えた際、香港島では、数少ない平地である、この地が選ばれ、ハッピーバレー競馬場が設置された。1904年、 香港トラムがハッピーバレー支線を開業した。以後、競馬場周辺から開発が進み、今では周辺の山腹まで高層マンションが立ち並ぶ住宅地帯となった。キンバリー山の展望台からのハッピーバレー及びドラワン付近を望むハッピーバレー競馬場周辺には、生活道、山光道及びラン包み道と呼ばれる道路があり、 比較的低層の住宅や飲食店が立ち並んでいる。山光道近辺には、かつて競争場の旧車が設置されており、レースや調教のためにハッピーバレー競馬場に向かう馬が往復していたが、砂原競馬場の設置に伴い移転し、現在は香港ジョッキークラブの施設が建っている。また山沿いの、下抜け道、学活道及び、大行堂と呼ばれる。 道路周辺に高級住宅やマンションが立ち並び、多くの有名人が居住している地域として知られている。競馬場周辺のレストランを訪れる有名人も多い。ハッピーバレー付近には、娯楽施設も少なく、ドラワンに隣接している割には夜は静かであるが、毎週水曜日に開催されるナイター競馬の際には、夜遅くまで多くの人で賑わい、一方通行などの交通規制が行われる。 ありがとうございます。